宇航連絡線宇航連絡線は、かつて、岡山県玉野市の宇野駅と香川県高松市の高松駅との間で運行されていた、日本国有鉄道、国鉄、四国旅客鉄道、JR 四国の航路、鉄道連絡線であ、実際の距離は11.3回り、21.0km だが、営業キロ上の距離は 18.0km、犠牲キロであった。 1903年、明治36年3月18日に、山陽鉄道参加の山陽汽船商社が開設した、岡山港高松交換及び、旅連絡船、多戸津港尾道交換を前進とする。もともとは玉子丸は、岡山港高松交換に、小島丸は旅連絡船に就航していた。岡山港高松交換航路は、浅水線で、岡山を出て、途中3、 戸黒港で、玉まも丸に乗り換え、利用客が低迷したために、同年8月に、9番、9月に、戸野省、小戸島も経由するように改められた。また、旅連絡船は当初は直通だったが、1906年、明治39年6月に、と子を経由する様になった。両航路とも、1906年、明治39年の鉄道国有化で、国鉄の航路になり、 武港連絡線就航前日まで就航した。山陽本線を建設した山陽鉄道は、予算線、土産線の一部を建設したさぬき鉄道を1904年、明治37年に買収した時点で、宇野高松間航路の計画を立てていたが、実現したのは、同社が鉄道国有法に基づき国有化された後のことだった。1910年、 明治四十三年六月十二日に、宇野線が開通。これまでの山陽気戦商社が開設した、旅連絡船、小道多土津間及び、岡山高松間航路を統合し、宇野高松間の航路が開設された。船舶は、二航路で使われていた、船舶二隻、玉子丸、小島丸を転用した。以後、本州と四国を結ぶ。 感染交通路として徴用されてきた。1972年、昭和47年11月8日からは、急行便として、ォーバークラフトが運行され、さらに1985年末からは、他客機などの臨時急行便として、高速艇も運行された。1988年、昭和63年4月10日、本市美山線、瀬戸大橋線が開業したことから、 前日限りで連絡船とホーバークラフトは廃止され、宇野周辺の利用者のために残された高速艇の運航も1990年、生2年3月に休止、翌1991年、平成3年3月に廃止となった。なお、瀬戸大橋の通行量が高額であったことなど、事情から、フェリー各社、四国フェリー、宇航国道フェリー、本市フェリーの宇航航路は、 瀬戸大橋開業後も運行を続け、21世紀初頭でもトラックドライバーの利用が多かった。しかし、明石海峡大橋の供用開始、本市高速などの通行料金値下げ、燃油価格高騰などが原因で利用者が減少、徐々に減便を余儀なくされる。2009年、平成21年4月1日に、四国汽船の本市フェリーが廃止撤退。2010年、 平成22年2月12日には、宇航国道フェリーと四国フェリーが、宇航航路での運航を3月26日限りで廃止すると四国運局に申請したが、岡山、香川の両県議会頭の高松の両市議会から存続要請がなされた結果、宇航国道フェリーは同年3月4日に、四国フェリーは同年3月11日に廃止申請を取り下げて、 当面の運継続を決めた。最終的に、宇高国道フェリーは2012年、平成24年10月17日をもって運行休止となり、その後再開されていない。現在、宇高航,航路は四国フェリー一社による運行となっている。強風などで、本市美山線の瀬戸大橋橋上区間、小島駅境で駅、宇多津駅に通行規制がかかった場合は、快速電車、 マリンライナーが、宇野港に、臨時変更され、宇野から高松へ、フェリーによる、代行輸送が行われていたが、四国フェリーが、深夜便を廃止し日中の運行もも往復にまで、減便されたため、代行輸送契約は終了となった。1955年、昭和30年5月11日、ノームの中、四運丸と、 第3右向丸が衝突して全車が沈没し168人が死亡する死運丸事故が発生した。この事故を契機として、本市下境、本州四国連絡橋の構想が具現化していった。また、この事故をきっかけに乗客が乗った客車の構想は中止。事故を受けた組織見直しで、国鉄四国支社、後四国総局に右向船舶管理部を設置。 この事故は修学旅行の学生、児童を中心に死者が多数出たため、四国うちの人々は大きな衝撃を受けた。移行数年間、中には瀬戸大橋開通前年まで、香川県内の学校の修学旅行の目的地は、右高航,航路を利用しない4国内に変更されたほどで、ある。この惨事は、瀬戸大橋、小島、岡山県、堺で、 香川県ルート実現の大きな原動力となった。所在地、接続路線は廃止当時のもの。高松港旅客ターミナルビル3階には、現役当時の写真やパネル、備品、連絡船の模型等が展示された、宇航連絡船記念展示場がある。連絡船の最盛期、着岸港である、宇野駅と高松駅では、連絡船接続列車の座席を確保するために、 船から降りた多くの乗客が列車まですさまじいスタートダッシュをかけることが有名だった。将棋倒しになったり海に飛び出したりして死んだり重傷を負った者もいたほどで半ば命がけの競争であった。同じ現象は南海フェリーと接続する徳島県旧小松島港駅でも見られた。これは笑いの文化人講座でもネタにされている。向こう連絡船の追憶として 連絡船デッキで販売されていたサヌキうどんがしばしば揚げられる。とりわけ、四国へ向かう連絡船上で供されるうどんは、船上で生麺から茹でず、茹で揚げ済みの麺を搭載していた。もっとも、オマ丸型客家船の船上うどん店は、手打ちうどんを標榜しており、うどん手打ちの実演も行っていたため、時間経過のためやや腰が失われた麺に入りこか、鯖節の類による庶民的なだし汁が、 相まって、上等とは言い難いが、香川県民をはじめとする四国の人々に気境を実感させる味であった。そのため、帰省シーズンには展望デッキの上で潮風に吹かれながら、これを食する人が大勢いた。なお、さぬきうどんの販売が始まったのは1969年で、約80年の連絡船の歴史の中では、最後の約20年だけの営業であった。 高松駅構内には当時の連絡船のうどんを参考に味の再現を図った連絡船うどんの店があるが麺は JR 四国グループの製麺うどん店メリケン野生である連絡船に麺を納入していた製麺所は別に現存するがそちらの麺は用いていない高松駅名物として定着しており旅行客や地元客からの人気は今も高い楽しく ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。